こんにちは。4月10日連休明けですね。5月です。そうですね。間違えました。もう上がってましたよ。何上がるんですか。はい。連休はどちらかに行きましたか？聞かれても困りますね。あるおじいさんと一緒にいましたので。片岡五郎とマダム美智子の人生の並木道。久しぶりといえば久しぶりですね。まずこれはぜひ、紹介したいんですけども、私の息子品川博士の第4作目「Z アイランド」っていう映画が出来上がりまして、5月の16日公開です。この間社会を見に行ってきたんですけども、非常に面白いです。テンポが非常に速くて、それとなんでまあびっくりしたっていうのは、立ち回りが、我々の時代の立ち回り、私も悪役なんで立ち回りは随分やってきましたけども、この立ち回りの凄さ、特に女学生がすごかったですごかね。ったわね。はい。女学生は大したもんですよね。男性ものすごいのはまあまあ当たり前って思うんだけど、女の子たちがね、そうだなかなか日本でね。はの映画では女の子のあれだけのアクションはないでないすですね。ね。はい。あれは広志自身が格闘技習やっってていて、ますからね。そういうのをまあ随所に入れてるからね。注文して、本物の方にやってもらってるっていうことちょだっとと思います。もう我々じゃもうあれだけは動けませんね。動けませんよ。私もやってたんですよ、格闘技分はかってね。ます。はいはい。分かってます。そういう言い方はやめてくださいよ、いくら夫婦とはいえ。これは公共の、テレビ放送ですからそうでね。ございます。はい。だけどもうあれを見てね、本当に常々いつも思うんだけど、立ち回りはすごいなって。いや、それ内容面白いですよ。で、僕はね、これ見ると皆さんもそうだと思うんですけども、アドリブかなって思うんですよね。はい。ところが全部台本、この間ね、テレビで相川が相川ね、翔さんがね、おっしゃっていただきましたよね。すべてアドリブじゃなくて台本なんだってね。ねえ、不思議なもんで、僕も相川さんとは、V シネマで何回か一緒にやったんですけども、修羅が行くなんていうのは、相川さんと2人だけの格闘技をやって、まあもちろん僕の方が悪役なんでやられちゃうんですけども、そんな関係の人がうちの息子の映画のね、ねえ、主ご縁っ役てをやるっね。ていうんですから、はい。びっくりしますね。それとテレビの、インタビューで相川さんおっしゃってたように、すごくお笑い芸人の方のね、芸がすごいうまいって言っいやていかたなわだないできすましね、た本ね。当に。まあ相川さんも言ってましたけども、いやお笑い芸人の人たちは芝居はうまいわって、本当にうまいですね。だからそのさっき言ったポッポっていうのが皆さんのアドリブかと思って、宮根屋さんですかが、そうです伺あね。の質問したら、いや、あれも全ては台本なんだっていう話だったということですよね。そうですね。はい。それとすごく面白いなって、これは探しても探しても、出てこなかったんですけど、歌手の玉置浩二さん。玉置浩二さんがね、出てるっていくら見ても分かんなかったんですよ。これを探すのも面白いですよ。本当にね。で、安全地帯っていうのが玉置浩二さんの、ヒット曲ですよね。ええ。たくさんおありの中の。それで安全地帯じゃなくて危険地帯 になっちゃったっていうのがまた書かれておりましたけれども、とにかく素晴らしいね、スタッフ、それから芸達者な、ね、そうで方す々ね。に恵まれて、本当に品川監督もね。だから呼んでもらえないのかな、私は。まあ、今日は、私たちの息子のことはそのくらいで もう終わっちゃうんですか？そのくらいでよろしいかと思いますので、はい。私で、の息子です。はい、私が産みました。今日はですね、ゲストに大橋秀夫社長をお呼びしてるんですが、その関係で
なぜ今日来ていただいたかって申しますと、大橋社長との出会いはもう 4,5 年経つんですけれども、通信販売の会社をやっていらっしゃって、もう非常に、まあ、20年ぐらいお立ちになるんですけど、その間に急成長なさった会社の社長さんでいらっしゃるんですね。で、私のなんか商品をって言った時に、前に一つ作っていただいたことがあるんですけど、もう一つ今回は、ちょっとこのままお見せしますと、この赤い袋がですねマダムっぽいということで選んでいただいたのか、真っ赤な封筒から、袋から出てきますが、これはショーツなんですね。でこれは単なる、よく体型を補正するねショーツということで、これかなり伸びるんです。こういうふうに伸びます、全部がね。ところが後ろを見ていただきますと、こうボーンが入ってるんです。これが特許になっておりまして、普通のショーツにはない、つまり、はい、これはこういうふうないろいろな作業を施した湿巾パンティなんですね。今もう男性の悩みの中にも湿巾っていう問題がすごく多くてもう通信販売の方がそれ一冊でまとまってるのもあるくらいで、女性はまあお産をなさったり、そのね、お病気をなさったり、それからもちろん加齢っていうこともあるんですけれども、はい、ただそのちょっと尿漏れっていうのは言いにくいっていうこともあるし、それをですね、単なるその防御のためじゃなくて、さっき言ったこのボーンとこう伸びるということで、ウエスト、今あのおへそあたりのが多いんですが、それ以上に上の方にこう胃の方に来るぐらいまでやると、全部こう圧縮しながら、無駄な筋肉を圧縮しながら、で湿筋も防げるという、そしてここにボーンがついていることによって意識する、まあガードルなんかもそうですけど、背中をまっすぐするっていうことで、うん、非常に姿勢が良くなって、なおかつ下がり気味な筋肉をアップして、そしてそんなにたくさんのね尿漏れっていうのには無理ですけれども、あっていう時に大丈夫よっていうので、名前もあモーレあなたをお付けになった、こういうものをですね2年間かけて開発をさせていただいたんですけど、それを許してくださったのが今日ゲストにお招きしている大橋社長およびそのスタッフの方たちの、まあ、熱烈なる支援というか応援によってね、しかしできたんですよ。大橋社長ってのはやっぱいい男なんですよね。いや、からくもうこれそれはもうご案内してから見ていただく方が見ていただく、パンダじゃありませんからね役者顔負けですね。そうですね。で皆さんにお楽しみにして、のっけから、このね、パンティのお話をさせていただいたのは、やはり、これからの時代の課題でもある、うん、少子高齢化の中でやっぱりかっこよく元気に長生きするというテーマも含めて応援していただいておりますので、最初に、この話をして、あとは人生の並木道をいろいろね、人生の並木道にねぴったりの社長なんですよね。はい、そうですね。いろんな苦労もなさったでしょうし、はい、楽しい人生、はい、これからの人生っていうのを聞いてみたいですね。はい、そうですね。はい、では、大橋秀夫社長に、お呼びしたいと思いますので、ちょっとお待ちくださいませ。はい、今日は本当に社長わざわざ名古屋から出てきていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。しかし色が黒いですね。そうですね。色が黒いって黒くなっちゃったね。黒くなっちゃった。もともとちょっと人よりもメラニン色素が多いみたいで、早く日に焼けるタイプみたいですけど。はい、でもその黒く焼けた理由がなんかすごい。このちょうどゴールデンウィークに、はい、173キロマラソン長崎で、ないですね。ないですね。あんまりないですね。はあ。長崎っていう、ま、町っていうかしら、どういうところを風光明媚なところ走ったんですか。長崎は僕初めて行ったんですけども、はい、すごく風光明媚で、軍艦島も見えますし、はいはいはい、ああそうですか。まあアップダウン多少ありますけれども、
長崎市内から出発して、はい、ご飯とくるっと内側一周するっていう感じで。はあ、どこが主催してるんですか。まあ、民間の人がやってる、あの、まあ、会社組織ではなくて民間の人がやってる感じで、もう10、ちょうど今回10回目。はあ、じゃあ別に長崎だけじゃないんですね。いろんなところで、まあ、全国から来られてます、ね、来られるのはそうだけど、いつもやるのは長崎ですか。あ、長崎です。あ、じゃあ長崎の方なんですね。あ、そうだと思います。はい、しかしそれだけ走るっていうのは何時間ぐらいかかるんですか。20、僕は今回初めて、あの、はい、参加させてもらったんですけども、25時間46分寝ないですか。寝ないです。まあ当然、あの、それぞれエイドみたいなのがあって、はい、あの、そこで何か食べたりとか飲んだりとかありますけれども、はい、まあ、そこで寝るっていうのは。で、乾燥なさったんですね。乾燥しました。はあ、何人ぐらい出られるんですか。173キロ走ったのは200人弱ぐらいだと思います。でもそんなにいるんですか。すごい。で、何人出てですか。出場者は200人ぐらい、多分完走されたのは6割ぐらいじゃないかなと思いますけど、あとその他に50キロ部門とか80キロ部門とか100キロ部門とかあって、ちょっと短いのも、まあ、短いと言っても80キロとか100キロ。女の人も出たりするんですか。出てます。あ、そうですか。はい、女の人で僕より早い人たくさん。はあ、また年齢も若い人よりも、もう僕よりも上のあの世代の人もたくさんいますんで。はあ、社長は50代ですよね。53になります、ね、53で、その上の人って言うと、はい、います。もう60代、70代の人もいます。もうそういう人たちはもう長年走り込んでるわけですね。そうですね。あの、まあ、若い人たちはどちらかというと、こう短い距離より速く走るっていうのが得意ですけど、はいはいはい、年寄りは、だらだらゆっくりなんか走るっていう方が向いてるみたいですね。でも、あの、行って、はいって言って言って走るもんじゃないんで、社長は、ね、いや、もう当然、あの、結構走り込んで、はあ、4月もう、まあ、月間でいくと450キロぐらい、はあ、走ったり。本社はあの名古屋にはあれですよね。はいはいはい、そうすると、その走る時間っていうのは本当すごいお忙しいでしょ。朝4時に起きて走ったりとか。4時、会社行く前に。会社行く前に走ったり、はあ、あと、あの、まあ、会社から自宅まで20キロぐらいなんですけども、ええ、20キロぐらい、あの、走って帰ったりとか、はあ、週末は結構まとめて走ったりとかします。あ、そうですか。何かやっぱりもともとこの通販の会社に、はい、入られる学生時代っていうのも体育会系の。僕はずっとサッカーをやってたんですけども、あの、走るきっかけはあんまサッカーは関係なくて、8年前ぐらいから走り始めたんですけども、あの、15年ぐらい前に糖尿病に僕なって85キロぐらいあったんですよ。でちょうど1ヶ月ぐらい入院をして、で、まあ、それから病気、血糖値は安定してて良かったんですけども、またこうだんだんこう血糖値悪くなって、また薬飲まなくなって、ないといけなくなって、はいはい、やはりちょっと健康のために走ろうかということで、あの、少し走り始めたらだんだんこうエスカレートしていって、エスカレートしていきながら、ちょっと5年ぐらい前に、あの、会社のみんなで10人ぐらいで24時間リレーマラソンっていうのがありまして、は、24時間リレーで10人で交代して走るっていうのがあって、それに10人ぐらい会社の仲間とみんな出て、でその時に1人24時間っていう人がいて、要するに1人で24時間走ってる人がフラフラになりながら走ってるんですよ。そういう参加者がいたってことですね。いまして、それ見て感動して、こいつすげえ、ちょっと僕もやってみたいっていうふうに思って、ちょっといろいろ調べてみたら、あの、フルマラソンはその時、あの、ホノルルマラソンとか行ってましたんで、あの、走ってたんですけども、ウルトラマラソンっていう、フルマラソン以上のマラソン、ウルトラマラソンっていうのがあって、じゃあそれに一回出てみようっていうことで、ちょっと3年前に宮古島の、100キロマラソンとか、あと、あの、北オホーツク、北海道の100キロマラソンとか出て、
でだんだんこう自信をつけてで173キロっていうのがあるっていうんで、じゃあちょっと今度次100キロ以上、これ初めてなんですけども、しかしその時は食事なんかはどうするんですか？食事は江戸っていうなんかボランティアの人たちがいろいろこう作ってくれたりしてますんで、そういうので食事取ったりとか、あとあのお金持っても走ってますから、はい、コンビニ寄って何か買って食べたりとかまあ結構気軽な感じで、そういう、 こう体を鍛えて、まあ、病気になられたってことがきっかけですけれど、はい、お仕事をする今のね、はい、通販会社がまあ非常に、はい、なんですか、売買ゲームで伸びていらしたわけだけれども、はい、その選ばれたきっかけっていうのは、通販会社をやろうと思われたきっかけは、通販会社をやろうって思ったきっかけは、まあもともと僕大学を中退して、ずっとサッカー、小学校の時からずっとサッカーをやっていて、はいはい、でまあ大学中退して、その後、自転車で九州まで行って、あと九州から沖縄に行って、沖縄で1年ぐらいなんかプラプラしていてでその後海外半年ぐらい行って、日本帰ってきて、まあ、日本帰ってきて もなんかあんまり、まあ、今でいうプータラみたいな。要するに大学を辞めたのは自分探しってこと？自分探しっていうのもありましたけども、その前に登山家の人の本とかを読んで、はいはいはい、命をかけてあの人たち山登りとかするわけじゃないですか、はい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 、そんなことをやってみたいっていうふうに思って、まあ、山は登れないにしても、まあバックパッカーみたいなことだったらできるんじゃないかなと思って、まあ、学校辞めちゃって、学校辞めちゃって海外放浪に行った。で海外放浪行ったんだけども、別に命かけて何かやってるわけじゃないから、ね、放浪してた、ただ放浪してるっていうだけで、お金と子供の不自由はあっても、ただ放浪してるっていうだけなので、うん、なんかこうふぬけになって日本帰ってきていや本当そうなんですよ、ふぬけになって日本帰ってきて、ふぬけみたいな生活していったら、やっぱこれじゃいけないなっていうふうに思い始めて、うん、なんかしないといけないということで、まあ、それから少し勉強し始めて、まあ、親が電気屋をやっていたので、まあ、幼い頃から親がそういう働く姿とかを見ていましたので、はい、まあ、そういった意味ではなんか自分も商売したいなっていうような感覚っていうのは、小さい頃から持ってたんじゃないかなというふうに思います。親の背中を見て育ったと。そうですね。で、はい、まあ、これからビジネスするんだったら何がいいだろうかということで、まあ、通信販売っていう業種っていうか業態というか、まあ、これから通販が伸びるんじゃないかと思って、で通信販売の会社に入って5年ぐらいそこに勤めて、27の時に今の会社を設立。はあ、27歳っていうとまだまだね、会社に勤めても主任までもいかないぐらいですね。そうですね、子供ですね。でいきなり社長になったわけですね。まあ、いきなり社長になったって言っても一人ですから、3年間僕一人で、電気屋の一角を借りて電話引いて、うん、3年間一人でやってましたから、まあ、でもその一人でやってた体験っていうのは、ある意味こう全て自分でやらないといけないし、うん、こう効率だとかいかにこう付加価値高めていくのかとかいうような、うん、はい、その、まあ、全てのことを自分で一人で引き受けてやるっていうことなんで、まあ、そういう意味では非常にこう大事な時間だった。そうですね。ただね、通販っていうと、はい、いわゆる営業して回ってこれを買ってくださいっていうんじゃなくて、はい、まあ、電話だったりインターネットだったりを通じて販売するっていうなると、はいはい、まあ、最初の営業そのものが広報をどうするかとか、はい、そういったことから始まりますよね。逆に言えば事務所なくても今やってる、個人的でやってる人だっているくらいな。そうですね。その辺はどういうふうに最初のお客さんをつかむ。僕が勤めていた会社は通信販売やってた会社なんですけれども、僕が始めたスタートは通信販売の会社に物を卸すという形なので、要するに、まあ、最初はだからメーカーさんから商品を仕入れて、はい、通販の会社に物を卸すという形でスタートしていきながら、はいはい、まあ、それだと
まあ、付加価値も低いし、うん、ね、メーカーさんが飛び越えて売りに行っちゃったりっていうこともあったので、ね、やっぱり自分たちの会社のこう自分にしかできないものを提供していかないといけないというふうに思い始めて、うん、はい、自分たちのオリジナル商品をいろいろ作り始めていたというような感じ、はいはい、ですね。そのオリジナルな商品を作り始めた時の商品とに、はい、人数はどのぐらいでかかっていったって取り掛かっていったんですか。3年後ぐらいにもうオリジナル商品作り始めましたので、はい、そういった意味では割合早く、そうですね、商品作り始めましたね。その資本金なんかはご両親から出してもらったんですか。いやそんなことない。だってフラフラしてたわけですよ。フラフラするにもお金かかったわけですよ。いやフラフラしてて5年間通信販売の会社サラリーマンちゃんとやって、一応金をしといたんだ。一応資本有限会社ドリームっていう形で、なるほど、資本金100万円ですけれども、うんうん、はいはい、まあでもその100万円で商品仕入れて売って回収して払うと、本当に自転車操業みたいな感じでやりました。最初の商品っていうのが何だったんですかっけね、はい、最初の商品、一番最初にオリジナル商品を作ったっていうのは靴下ですね。靴下、靴下ですって。靴下好きじゃないあ、そうなんですか。シルク の, くず繭、まあはいはい、で作った靴下で、シルクは紫外線を吸収して紫外線を吸収して何かを出す、要するに菌を滅菌させる作用がシルクにはあるっていうこと で、まあ、水虫にいいよっていうふうには歌えませんけれども、はいはいはい、まあ、そんなような形で繁殖していって、シルクの靴下っていう形で、それが売れたわけですね。それが結構売れましたね。シルクの靴下っていうのはなかったですかね。じゃあ木綿の靴下のが、まあ、私たちが知ってるのは木綿の、そうですね、はいはいはい、絹っていうとやっぱりちょっと高価な、まあ、絹の靴下なんて昔古い ね、女の人では映画があったぐらいですから、はいはいはい、やっぱ高価なイメージっていうのはありますよね。ゴージャスというか、男のメンズ用のこうビジネスソックスみたいな形で販売したっていう感じですかね。紺色と、はい、じゃあもうそこからこうなんていうか勢いづいて、そうですね、まあメーカーさんが仕入れて販売するというものと、あと自分たちがオリジナルで企画して販売していくというものをどんどん増やしていきながら、そしてまあ通信販売なので、どのようにこう訴求できるかという、そうですよね、お店に置いていて販売できるというものではないので、チラシを作ってどのように訴求できるかという、やっぱり訴求するポイントが非常に重要になってくるんだ、ね、なってきますので、はい、そういった意味ではその、まあ、物を作るという前提がそのどう表現できるかということを常に考えながら、うん、どう表現できるかということを含めてその物作りをしていたっていうのが、うん、まあ、当時はその通信販売自体がそんな多くのプレイヤーがいると、今みたいにインターネットで誰でもが販売しているという状態ではないですので、うん、はい、どう売るのかと、どう見せるのかということを考えているっていう人があまりいなかったと思うんですね。なるほど、はい、そういった意味では、はい、その商品企画時からどう見せるかということを考えながら商品企画する、そして商品ができた時にはもう見せ方も決まっていた、うん、その見せ方も一緒につけて通信販売の会社さんに提供していったというのが、まあ、成功できたポイントだった。先見の明が終わりだった、ね、いやいや、そんなことはないですけど、うん、私は片岡さんも一緒にパーティーにね、はい、何回かそうですね、はい、お招きいただいたことがあるんですけれども、はい、ちょっと私が知っている限りの知識の中の通信販売っていうと、はい、今おっしゃったようにメーカーに頼んで作った人が販売するっていうこととかあるんだけれど、最初からその今言った作る人のを育てるっていうことを非常に強くなさってますよね。そうですね、まあ、今はまだ真面目、いろんなこう
専門家の人たちと多くものづくりをさせていただいてますので、はい、まあ、そういった意味ではこう専門家の人たちという方々が持ってる知識だとか経験だとかノウハウだとか、こんなものあったらいいなっていうような思いを、そのまあ例えば接骨院やってる人であれば、接骨院やってる方はこうその知識を持ってこう誠実して直したりだとかね、あるいは本を書いたりだとかということの一環に、それをこう商品化してこう世に広めていくという、だからその専門家の方々が持たれている知識だとか経験ノウハウ、ね、こんなものあったらいいなというのを、まあ、我々は主に商品にしてこう世に広げていくということができれば、まあ、そういった専門家の人たちのネットワークとともに、はい、いろんな商品できていくんじゃないかなというふうに思って、僕は社長の会社から送っていただく、はい、こんなことやってますよ、カタログですね、カタログとか、それから会社のこと、はい、それ一番やっぱ興味を覚えたのは、社員教育が普通の会社とまた違う社員教育みたいな、社長独特の社員教育をおやりになってる頃すごいなって、どういうふうに考え出してやってるのかなと思いましたね、かなり遊びの感覚を取り入れてますよね。そうですね、富士山登ったりとかもやってますし、あ、いろんな例えば忘年会やりましょうっていうのも、はい、忘年会プロジェクトっていうのがあってただ単に忘年会やるっていうんじゃなくて、はい、5、6人集まってプロジェクトチーム作って、はい、まあ、どこでやるか、何のためにやるのか、どういう出し物をやるのか、予算いくらなのかっていう、こう一つのプロジェクトを作って、そのプロジェクトのこう成功イメージを作ってでやっていくっていう、まあ、それが要するに教育の一環になっているというか、あー、まあ、チームワークをきっちりしていかなきゃならないですもんね。で、まあ、それじゃあ忘年会って何のためにやるの、はい、っていうことも含めて、はいはい、何のためにこれやるんだろうねっていうことを話し合ったり、はい、じゃあそれを実現するために会場どこにしたらいいんだとか、これは会社でも一緒でしょうし、商品作るんでも、ね、この商品何のために、うん、誰のために作るのっていうようなことなんで、はい、全部つながってるんじゃないかなという、うん、そういった意味では思います、うん、僕なんかも割と講演頼まれましてね、行きますと、はいはい、ビジネスに生きるための、はい、演劇心理学を、はい、っていうのを講演をやってくださいとかっていうのが多いんですけども、はい、そういう点から見ると本当に社長のところの会社の社員教育ったら、うわこれはすごく実を得てるなって感じするんですよね。ありがとうございます。で、社長から見てそのリーダーになる、はいはい、でリーダーっていうのはどんな要素なり、どんなのが一番いいリーダーですか。難しいですね難しいですね。リーダーシップ、社長が一番リーダーシップ終わりだけど、だんだん会社が大きくなればなるほど、はい、経営者としての立場と違うリーダーを何人も持ってなきゃいけないですよね。で、経営が分かる、理解できるっていう、はい、その方たちなわけなんだけど、私が出会ったドリームの社員さんって若いんですよね。20代がほとんどじゃないですか。で、まあ一括りで言うと熱血感、はい、もうなんか私がおしゃべりでガンガン言うけれどって思ってるらしいけど、やっぱりみんなの熱意に押されてね、じゃあそれを受けて立たなきゃって思わせる何かがね、すごいなって感じでした。そうですね、ありがとうございます。それはその、まあ、リーダーとは違うんだけれど、そういったようなその粒揃いの中にリーダーとして立たせる人っていうリーダーはどういう選び方をするかってことだよね。まあ、やっぱりその中でもこう自分のことだけではなくて、はい、人のことを含めて何かやっていこうっていうことでしょうし、そうですね、まあ、基本はその欲求の強さというか、こうしたいっていう思いがやっぱり強くないと、物事進んでいかないので、こうしたい、ああしたいってい こう欲求の強さがこう自分の人生を切り開いていくんではないかなというふうに思います。
そしてそのこうしたいという思いそのものがその多くの仲間を呼び込むというか、うん、いやそれに乗っかってくれる人が多ければ多いほど、うん、こうまあリーダー力があると、そうですね、いわゆる器量があるということですね。だから社長は それを見て後押しするっていう、引っ張るっていうよりか後押しするって感じですか、引っ張るって感じですか、うん、俺についてこいっていうことか、お前やっていや社員はどう見てるのかよくわかんないですけどもすごく尊敬してますよね、いやそれ社員のどうかわかりませんけども、そうですね、まあ、できる限りいろんなこうチャンスを与えてあげたいなというか、うん、っていうふうには基本的には思ってまして、うん、まあ、僕もたまたま僕は会社を作って、そして会社という器があったおかげでこういろんなチャンスをもらって、うん、こう社長と言われて、そしてこう、まあ、お金を使うにしてもこう、まあ、リーダーシップ取るにしても会社があったおかげで僕は育っててもらったというふうに思っていて、商品作るんでもまあ、お金がないと作れないし、買ってくれる人がいないとその作れないし、そういった意味でこういろんなこうチャンスをもらって、こう自分自身がこう能力的にもこう人間的にも磨かれてこれたのかなというふうに基本的には思っているんです。だからそういった意味ではこう社員の子たちにも何かしらこういろんなチャンスを与えて、そのチャンスによって自分が成長していくというか、何か機会をつかんでその機会によって自分が成長していくというような、そういうこう、まあ、会社というのはそういう舞台というか、はいはい、そういうものじゃないかなという、その舞台を使って自分自身が成長していける、能力的にも人間的にも成長していくっていうような、そういう会社でありたいなという。ちょうど20周年っていうのはもう過ぎたんですよね。今年今25期目でこの6月から、はい、この6月から26年目に、はあ、それで何かちょっと会社を少し変身させるというか変えようというのをお便りをいただいたんですけれども、はい、それはやっぱり社長の会社成長のための第2弾ということですか。だいたい25年とか30年経つとって、まあ企業は30年って言われてるけど、いや今もう早いって言われてるじゃないですか。もう30年なんてもうこんな早いね、時がどんどん変わってくると、もう25年っていうとある種成熟をしたと。そうですね。そこから新規なっていうことなんですか。そうですね。まあ先ほど申し上げたように我々今まで通信販売という業態に着目して、はい、専門家の方々と一緒にこう物を作っていたと、はいはい、でそれをそのもっと著名な人たちと一緒にマダムだとか、うんうん、今度は清水さん、スピードスケートの清水さんとか、はいはいはい、南雲さんとか、そういったこういろんな著名な方々といろいろ物を作っていきながら、うん、こう専門家ブランドというか、はいはい、というような形で一つこうプロイデアというブランドを形作っていくことができたらいいなというふうに思ってます。はい、それと、まあ、それとは別に今度は自分たちのブランドを作って、自分たちで作って自分たちでこう最終のお客さんにも届けていけるような、はいはいはい、まあ、そういったこう事業展開もしていけたらいいなというふうに考えます。もともとある会社が今後でおっしゃったみたいな、はい、プロディア専門の、はい、うん、チームが作ったものという感じですか。でプロディアっていうのは、まあ、はい、我々のようなある種の専門家集団っていう、そういう考え方ですか。そうですね。あとプロディアオフィスというプロダクションもこの6月から、新たな会社として立ち上げて、専門家の人たちをこうプロデュースするというか、はい、タレントさんとして扱うわけですね。そうですね、はい、っていう会社組織も作って運営していく予定でいます。なるほどね。はい、まあ社長の会社って名古屋ですよね。はい、名古屋といえば、まあ、トヨタさんですかね。はい、そういう、まあ、もう世界に冠たるね、はい、事業が出てらっしゃるんですけれども、はい、で特に通販でやれば別にどこに拠点があろうと関係ないですけれども、ね、ち
ちょっとあの社員の方に聞いたら、やっぱりそうは言っても東京進出を したいみたいなお話を聞いたことありますけど、そんなことは社長は考えておられますか？うん、いや、あの拠点としてやっぱあの東京の会社さんが多いので、その東京の会社さんとのコミュニケーションをよりよく取っていこうというふうに考えると、うん、拠点として東京にあった方が、うん、あのすぐお会いできて話できるとか、うん、いろんな対応がしやすいので、はい、まあ、そういった意味ではあの東京にあった方がいいかなという面もありますけれども、うんうん、その本社機能としてあって、ここの一体感みたいなものを片方、はいはいはい、にはありますので、そこら辺のバランスどう考えるのかっていうことじゃないかなというふうに思います。私たちいろんなあの企業のちょっとアドバイザーをさせていただくんですが、はい、今ではもう本当に海外にね、はい、出ていくっていうのが、だんだん主流にならざるを得ないというか、人材もいないし、お客さんも減っていくっていうようなところでね、はい、でもやはりまず自分の持ってる拠点がしっかりしてないと、はいはい、どこに出てっても、ダメなんじゃないかなっていう気が、まあ、自分たちのブランドを作るなり、はい、そのまあ核としたものがあって、そしてそれがこう、まあ、国内でも認められ流通していく中で、それをこう海外に持っていくというようなことができないとやっぱりダメかなと、あの工場だとかそういったところも、まあ、今はもう中国だけじゃなくてね、ベトナムとか、はいはい、もうフィリピンとかバリ島とかっていう方向に伸びてきますよね、はい、そうすると社長の会社そのものは商品を作るといっても、その開発の部分で製造会社とかいうのはどういうところ、メーカーが使ってる製造会社さんとは違いますよね、自分のところが作る、あの国内のメーカーさんにお願いして作っていただいているものもありますし、あと、まあ、社内のプロダクトデザイナーという人間もいますので、まあ、そういった人間がデザインをして、そしてそれを海外に発注かけて、我々仕様で海外にお願いして作ってもらっている、まあ、それは主にやっぱり中国ですけどもっていうのもありますし、まあ、中国以外にもバングラディッシュとか一部あの繊維関係のものではやっぱりアジアの各地ってことですね。そうですね。はいはい、やっぱこれからますますそういった意味では、あの中国以外の第三国も求められていくんじゃないかなというふうに。ちょっと販売もそっちの方にも広がっていくってことあるんですか？ありますね。まあ一部あのもうすでにありますけれども、まだまだ細いので、あのまあこれからこうチャンスあれば、いろんな形で展開はしていきたいなというふうに思います。じゃあ社長が体力を鍛えるのは会社の何ですか？いや会社ね、あの新しいことのチャレンジャーとしてっていうご自分がね、はい、あの虚弱の体質であればねっていうことはあるから鍛えるし、皆さんにもそういうことをね伝えていらっしゃるのかなっていう感じがしますけどね。走り始めたのはもともと糖尿になったから、それを克服するためにやっぱり多少運動しないといけないだろうということで走り始めて、こうだんだんエスカレートしていって、あの170キロ走ったりしてるんですけども、走るっていうのは僕今マラソン部分で結構多くの人走ってるじゃないですか、はい、走るっていうのは最もこう、まあ、歩くに次ぐ基本的なことなので、こう誰でもできるって誰でもできることなんですよね。こう打ったり投げたりなんか入れたりっていうそういう系のものじゃないので、最も基本的なことなので、その努力がストレートに出てくる、逆にだから時間かけてちゃんとやってれば普通に出てくるというか、ある程度のところまでは最もストレートに出てくることじゃないかなというふうに。しかしすごく聞きたいなと、あの走ってる時っていうのは何を一番考えます？よく聞かれるんですよ。それ本当よく聞かれまして、虫じゃなきゃまずいんじゃないの？いやいや、そんなことないそんなことない、よく本当に聞かれるんですけど、我々走ってるっていうのはあのそんな心拍数上げて、
あの母言いながら走ってるわけじゃないんで、ちんたらでもいいんだ、ちんたら走ってますんで、ちんたらこれね、距離ないからね、ちんたら走ってるんで、逆にあの普通、まあ、例えば車運転してる時とか、はい、なんとなく電車乗ってる時とか、はい、あんまり変わらず、あのまあその時々自分がなんか考えてること、はいを考えるみたいな。そうですか。そういう意味ではこうすごい、あの、いい時間。リフレッシュできる。すごくやっぱ発散できるものですか。発散はできる。発散できるっていうと困りますけど、まあでもあの達成感ありますし、あとまあ汗的にもあの、うんうん、かきますから、はい、そういった意味ではあの気持ちいい時もありますし。だるい時もある社長、お子さんが結構多いんですよね。子供4人あ、私と同じで4人いらっしゃって、はい、男の子さん、はい、女、男、男です、ね、あ、そういうお父さん、お子さんはどんな風に、アスリート系のお父さん、僕もたちも一緒にみたいなことはないですか。いや、ないですねあの下の子2人は、僕と同じにサッカーをやってまして、ね、今は2人とも大学生なんで、大学生2人ともサッカーやってますけども、サッカー選手にとってただ単に走るっていうことは、なんかこう非常に辛いこと、辛い、単純すぎて、シンプルすぎて、そうなんですよ。で僕もあの学生時代サッカーやってましたけども、はい、走るっていうだけの楽しみは分かんなかった。なるほどね、ですから、まあ、そういった意味では彼らもあのもう少し単純すぎるか年いって健康のことを考えるようになって、まあでも昔こうスポーツやってたんで、走るとかそういったことに対する抵抗感みたいなのはないですし、あのそういうふうになるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。で今ねお話を聞いて、さっき冒頭でね私、はい、あのパンティのお話させていただいたんですけれど、はい、女性たちがですね、まあ、大体男性よりも長生きすると、はい、で、今おっしゃった走るってことも結構やってますよね、ランナーもいますし、はいはいはい、からダンスをやったりとか、はいはい、それからもちろんヨガであるとか山登るとか、結構動くということにね、あの力を出そうという、まあ、私もちょっと卓球なんかも始めたり、もともと私走るのやっぱり好きなんですよ、はいはいはい、まあ全然あまりも言うのも恥ずかしいんですけど、一応小学校から高校3年まであの要するに全校リレーのね選手だったんですね、はい、だから走ることに何て言うんですか抵抗ないんですけど、はい、卓球やなんかやってみても基本的に走るっていう技術がない、あの、はい、なんて弾力みたいなのがないとダメだななんて思ったんですけれども、はいはいでも口はよく走ってるんですでもね、そういうなんていうか女の人たちの中に、はい、そういうことをやりたいんだけれど、自分がそのトイレが近いとかね、はい、そのあれそう失禁してしまうんじゃないかっていうんで、外に出られない人も多いって言うんですよ、はいはいはい、それはもうだから20代でもあるし、そのお産をしたから病気をしたからじゃなくて、はい、必ずしも、まあ、日本を守れちゃうということだけじゃなくて近すぎちゃうからね、はいはいはい、それでもうなんて言うんですか、嫌だわとやたらトイレに行くのがっていうことで、参加できないっていう人も結構いるんですよ。そうですね、まあ、女性は特に男性よりも尿道短いですから、あのちょっとした勢いでちょっと出ちゃうっていうようなことが多いようなので、ね、だそれが恥ずかしくということじゃなくて誰にでもあるっていうことでね、はい、まあ、正直言ってマダム美智子がパンティーよって言われたんですけれども、でもだあそこがさっきの専門家に結びついてくるんですけど、私はまあ、あのちゃんと国家試験を持った美容師でもありますし、まあ、魅力学研究っていうのは50何年間やってきてるし、まあ、年ももう今年で後期高齢者に入るわけですよね。そうするともうあんまり恥ずかしいとかね、人に何を言われようとうるさい黙れと言う僕言うなとか言える年代になってきたから、はい、もうじゃあ顔を出してね、そういうこと言う人が一人いてもいいんじゃないかと。ありがとうございます。で、なんていうのかしら、顔を出さないでそういうものの販売はいくらもあるんですよね、うん、だけど、うん、マダム美智子が
いるし、まだ美智子にも経験あるんだから、恥の、あの、なんていうか、を強制した文化っていうものではなくて、私これ文化だと思ってるんですよ、うん、あの科学技術も発達してうんぬん、いろんなことあるけど、社長のようにやっぱり体作りとか、それによって人生を歩いていくためって全部自分でしかできませんもんね。そうですね。で、最も嫌なのが、はい、老いてきても嫌なのがお金がないこと、そしてトイレが自分で行けないことなんですよ。なるほど。最大の嫌なことってね、うん、石原裕次郎さんが、はい、あの最後までできる限り点滴を持ったまま、はあ、トイレに行かれたと。あんなに愛妻がいても、たとえそれが夫婦であっても、できることなら自分で尊厳を守りたいみたいな。そうです。だから、そういうパンティがあるからそれを履けっていうんじゃなくて、そういうパンティを必要がないような体づくりをね、はい、していくっていうことが前提にあって、はい、それを保護するあのおしゃれなものとして、はい、ということで、もう2年間ね、ダメ出しの何ていうかしら繰り返しを、もう彼が担当したね、はい、チーム の, あの、うん、一番リーダーが、もういい加減にしたらどうかって会社でも言われたんですって言いながらね、あの開発して、そういうなんか同僚がね、社長やあのチーム全体にあるっていうのは、私はものすごくね、これから私以外にこういう仕事っていうか、自分の思いを叶えた商品を作りたいっていう方に、私はそれをも伝えたいんです、はい、まあ、自分の商品を理解してください、買ってくださいってお願いもしたいけど、はいはい、それだけじゃなくてね、ありがとうございます、あなたが、はい、いいですか皆さん聞いてらっしゃったらあなたがこの商品を、私の商品を作りたいと思いを込めた、魂を込めた、そしたら大橋秀夫社長がですね、しっかりと受け止めて部下に渡していくということですよね。あ、もうまさしくその通りでございます、ね、あの皆さんの専門性と、こんなのあったらいいなっていう熱き思いをお待ちしています。でもちろんね、名前のある方がやるってこともそうですけど、商品が出ることによってその人の名前がね、はい、世の中に知られていくっていうのも大きな魅力じゃないかなっていう。そうですね。そういうお手伝いも私はしたいなって思ってるんですよ。だから何か、開発したいっていうことがあったら、あの私がご紹介しますよっていうことをよく申し上げてるんですけれど、片岡さんもね、何かやりたいんじゃないですか、はい、出勤パンツですいや、笑い事じゃなくて男の人すごい多いんですよ。がんの手術で、前立腺肥大ってありますでしょ、はい、あれ男性多いじゃないですか、はい、その後というのはがんの手術で入院しているんじゃなくて、うん、非常にその尿漏れのがなかなか普通のがんにはないよう な治りが遅いんですって、そうするともっと重いがんであっても今はものすごく早く退院するでしょ、はい、リハビリも、はいはいはい、ところが前立腺肥大がんっていうのは尿漏れがズバリついちゃうんです。あ、だから男性にはあの先生が、医師の先、医師で先生、先生がその準備をなさってくださいって言うんですよ。だからもう時代がどんどん変わっていって、で長生きすればするほど、病気がどんどん改善されてくればくるほど、自分で自分の体をきっちり、なんていうんですか、守るっていうか、はいはい、投与しないと逆に外へ出られなくなっちゃうっていう。実際あの医療品のとこ行っても、すいません尿漏れパンツありますかって、だったら言いにくいことは言いにくいですよね。だから通販なんですよそうですね、御社のやつは男性ないでしょ。ないですね。作りたいって言ってるんですよ男性の。ぜひ。僕運動されたらいいんじゃないですか。そうなんですけども、はい、あの実はもう明日からちょっと入院してですね、はい、前立腺がんなんです、僕が、はい、それでお医者さんに言われた、それでお医者さんに言われて、もう、はい、大体手術してから1年間ぐらいはやっぱ尿漏れがありますよと、はい、
だからそれも対応はした方がいいですよっていうことをもう聞いてましたんで、でいろいろな雑誌見て何回か買ってみたりね、履いてみて、わあこれはちょっと大きすぎるよねとかいろいろ。おしゃれじゃないですね。はあ、うん。それは必ずいつか男性も来ますね、それは。ですから、ね、あなたはそのことは言いたくないって言ってたの、自分で言っちゃいましたね。なんか元気で丈夫にな人なんですよ、もともとはね、はい、でもそういうことって人生にはあるってことですよ。ありえないと思ってたようなことが起きるっていうのが人生じゃないでしょうか。そうですね。だから社長にはぜひね、はい、これからもその私たちが勝手なことを言わせていただきますけれども、新しい人材と新しいものづくりの考え方をね推進していっていただきたいななんて勝手に思ってますけれども。ありがとうございます。まあ、いろんな人の意見をいただきながら、いろんないい商品を作っていけたらいいなというふうに思ってます。はい、もう一つはですね、7月7日魅力人の輪第33回を開催することになっているんですけれども、去年も、大橋秀夫社長には乾杯の音頭をしていただいたんですが、今年もぜひねよろしくお願いいたします。はい、もうお顔はもっと黒くなっても全然ライトでバッと当てますからということで、はい、何かこう、見ている方に伝えたいことがあったら最後にね。そうですね、人生の並木道をこう、はい、順当に歩いていらっしゃったんでしょうけれども送る言葉をどうぞ伝えてください。困りましたね。まあ人生楽しんで、そして、並木道にふさわしいかどうか分かりませんけれども、まあ思いは叶うというか、はいはい、こうなりたい、こうしたいという思いがこう自分の人生を作っていくと、こう夢が人生を作るというふうに思ってますんで、まあ、夢持って楽しみながら、良い人生を歩んでいきたいなというふうに思ってます。本当に今日はねありがとうございました。なんか最後には、売り込んじゃったりなんかでもね、やっぱまあまあ前にモニターがありますよね、はい、で社長は痩せてるからなんかすごく我々が太ってるみたいに見えるんで、うーん、かっこいいですよね。運動しましょうか。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。